じゃあやりますか。はい、お願いします。おはようございます、河村幸太郎です。今日は一日霞ヶ浦水系をやるんですが、イタコエリアに来ました。で、今年初めてこのエリアで釣りをするんですけども、来てびっくり、景色が一変、かなり護岸整備されていて、で、季節が4月の下旬ですと。で、まあバスをまずね探しながらもあるんですけども、ワンタックルで、釣り歩く。で、今スピナーベイト、コンパクトスピナーベイトがついているんですけども、まあ他にも、まあ、このワンタックルで場所に応じたいろんなルアーを使って、まあ、バスをキャッチしていきたいなと思いますんで、1日目いっぱいやります。よろしくお願いします。では、まあ、この整備された護岸が、まあ、元のストレッチに一旦戻る、ここだけ、まあ、ここやって、あとはちょっとねこの先どうなってるかまだ見てないから分かんないんですけど、で結構雨が降って、ほら水たまりもね見ての通りで濁ってるので、まあ色もチャート系にして、だからトレーラーの投げやすさプラスちょっと存在感を強めたいのもあってつけました。結構流れ早いですよね、ここにしては。今4分の1オンスってちょっと軽めのスピナーベッドなんですけど、投げやすい、ロッドが深く曲がってしっかりウエイトを背負って、なおかつこう弾き出す力も強いからロッドが運んでくれる。よく高弾性ロッドは投げにくいっていう人もいるんですけど、僕はそうは思わなくて、むしろ深く曲がるテーパーでの高弾性ロッドは投げやすい。曲がるんだけど、そこからはロッドが反発力強いから、まあ、ウエアアルフで結構そこは学んだかな。前作も、まあ、ファーストテーパー気味なんですけど、曲げていくと結構深く曲がるんですけど、レギュラーまで。だけどそれよりももっと素直なレギュラーテーパーになってるから、こう軽く回しただけでも深く曲がって、溜めて、そっからヒュッて出す力はやっぱ高弾性素材の反発力があるんで、すごい楽。今日際についてそうだな、この濁りと。ちょっと流れが早いから、だからしっかりキャスト決めていかないと食わないと思う。まあ投げやすい竿は釣れますよね。でね、前作よりもロッド少し短くしたんですよ。来た、いきなり来た。ほら極みくったりさ、巻き始め、やっぱそんな感じだ。いきますよ、おりゃー。あわれわれましたがね、こうやってちょっとこう調子に乗ると、でも狙い通りの食い方だった。そうそう、でね、ロッドをちょっと短くしたと。6フィート11インチから 6.9 フィートで、かつてファイアルフやった時っていうのが結構僕の釣りの中でも岸際のカバーフィッシングってかなり割合占めていて、まあ、ピッチンフリッピンで近距離を、特にフリッピングなんかでこうやって打っていくのに、ロッドの長さがあった方がその射程範囲が増える。でただ、まあ、そういった釣りももちろんやるんですけど、まあ、近年そういった足元のカバーの超過がかつてほどやっぱ出にくくなってきて、それよりももうより正確にキャストを決めるっていうと、ちょっと短い方が精度が上がるとか、あとはおかっぱりだけじゃなくてレンタルポートも増えたってなると、まあ、時に同線者がいたりとか、あとはこうオーバーハングの下でこう振り上げた時にロッドラインが引っかかるってのもあって、自然と6フィート11インチがちょっと長く感じるな、まあ、グリップも含めてちょっとこの辺引っかかるなとかあって、まあ
ロッド自体短い、ちょっと短くして、だけどグリップも短くなってるから、ブランクスはそこまでは短くなってないんですけど、ちょっと短くこうブランクスもグリップもしたことで、うん、より高い精度、より投げやすさ、まあバックシートがいるオーバーハンがあるところでの取り回しの良さっていうところをちょうどよくしました。今の入り方いいですね。スッってね、スッゴンってきてほしいよな。着水直後で勝負してる感がすごいですね。スピナーウェイトこの使い方するとやっぱね、これで釣れるのあるもんな。スピナーベッドってやっぱすごいルアーだと思う。とっさに食わせる力はやっぱピカイチだね。長い距離をこう追わせて、見せて食わすみたいなのもあるけどね。ただそれだけじゃもったいないって、この狭い距離で食わせる使い方、そのためには、きた、たまらん、たまらん、よし、今度はがっぷりだ。いやー、なんかスピナーベッドだけずっとやってたくなんな。今日バーサタイルいろいろ見せる日なんだけど、バス釣りはいいな本当思うよ、楽しいもん、この釣りね。これぐらいの見え方、今のこの雨で濁った水に対してこれぐらいの見え方、どっちゃ濁りではないから、このホワイトチャートぐらいで、このホワッとした感じ、でも今まだ釣り始めてどう?30分ぐらいで、この2本は釣り方が絶対合ってる。だって、ね、先に打ってる方も何人かいたから。だけどやっぱりアプローチとルアーが合ってるとこういう釣り方するっていうね、面白いところ。キャスト決まんないと取れない釣りですからね、そうですね。だからまあ、でこればっかりはじゃあ8分の3オスでも来たかどうかは分からないけど、でもまあ、水深の浅さと、あとはもう間違いなくその際で食ってるから、4分の1オンスをちょうどいいこのアピール力で綺麗に入れて、まあ初めで食わせるっていうのは、どっちも同じ食い方してるから。これは霞に限らずなんですけど、特におかっぱりでやっぱり人気場所ってもう人が基本いるから、そんな中でどうひねり出していくかで、決してそれってこうフィネス方向だけじゃなくてハードベイトでもある。じゃあスピナーベイトでも4分の1にして、ピンスポットを丁寧に刻んでいって、やっぱり一番はその時の状況にルアーが合ってることが大事なんで、人が多いところでもやっぱそれはハードルベイトが今来そうだなっていう雰囲気であれば、やっぱそれがいいし、いきなりこれワームで打ってチャイもするけど、やっぱ時間その分かかっちゃうし、このテンポ感で打っていけるからスピナーベイトは。ちょっとあのボサのとこだけバックスライドやってみようかな。微妙にやっぱその際には落としてるけど中には入れられてないところ、バックスライド系で、まあ、ノーシンカーですけど、ワームの自重が 9.5g ぐらい。ただね、あの昨今のタフフィールドで食わせるのにこれぐらいのボリューム感がいいから。ただ濁ってるから爪だけ黄色くしちゃおうかな。
まあ、おまじないみたいなもんですね。でこのバーサタイルタックルに合わせるラインは僕は8割以上13ポンドです。で、まあ、これが、まあ、専用タックルカバー打ち専用だったら14か16でいいし、じゃあベイトフィネスでネコリグスもらわっただったら10ポンドってなるんですけど、バーサタイルタックルなんでどっちもやるからっていうと12か14で迷うことが多くて、ただ12ポンドでじゃあジグテキサスなんかでカバー打ち中から出してくるのは不安があるし、じゃあ14ポンドしたらネコリグやりにくいしってのがあって13ポンドで、これはあのスティーズフロロでもあったんですけども、今年からスティーズフロロもクロスリンクってモデルチェンジをして、でその時にももう13ポンドはもう絶対入れてほしいと。でこれがそのバーサタイルタックルの完成度を高めたもう影の立役者と言っていい。でなおかつ僕ね、リールが、スティーズリミテッド SVTW なんですけど34ミリ系のスプールが入ってるんですよ。でそれをフルで巻いちゃうと軽いルアーが投げにくいんで、それをその時に合わせてラインをやや少なめに巻いて、今これ33ミリぐらいの間隔なんですよ。でももっとこう軽めでいくんだったら32ミリぐらいの間隔でちょっとより少なく巻いてとか、でも遠投するところだったらフルで巻く時もあるしっていう風に、このリールだったらその調整が効く糸巻き量によって、なおかつ SV ブーストってあの遠投も効くようになってるんで、今みたいなまあ中近距離からフルキャストまでよりバーサタイル性が増してるのがこのスティーズリミテッドなので、まあ、このファイヤーウルフスティーズリミテッド13ポンドのクロスリンクで糸巻き量の調整によって僕のこのバースタイルタックルは今完成してる。いった落ちパクだったな。よいしょよいしょ、いいね、こういうやる気のある食い方は、うん、ファイヤーウォーがっつりいったね。サンキュー。こういったカバーフィッシングで求められるのがフッキングパワーですよね。で、フッキングパワーに優れるタイプって2つあると思っていて、1つは分かりやすい下が硬いロッド、前作のファイアルフもそっちだったんですけども、もうフッキングした時に掛け感カッと止まる感じがアングラーにも伝わるようなロッドが1つ、もう1つは曲がるんだけども反発力が強いロッドで、これ僕がベイトフィネスで使っているウェアルフっていうロッドで学んだんですけども、深く曲がるけど全体的に固めで、で素材の反発力が強い、これまたよくかかるんですよ。でこっちタイプの方がメリットが一つあって、合わせ切れしにくいです、急激に硬くならないんで。で、ファイアルフもそっち、ね、テーパー的には綺麗に曲がるレギュラーテーパーなんですけども、 SVF7 プラス、ね、反発力が強くてなおかつミディアムプラスパワーがあるんで、全体的なこの硬さと相まってしっかりかかる。で今オフセットフックですけども、もっとフッキングパワーを要するブラシガード付きのカバージグなんかでもしっかりかかるんで、そこはあの持っている、曲がるんだけど強いよっていう竿がファイアルフです。はい、移動してきたのは、まあ、流入河川なんですけども、割とオープンウォーターで晴天なんでフェネス気味に行こうかということで、まあ、このバーサタイルタックルで使う、まあ、フィネスの上限スナックレスネコリグ で,
で今進化 1.8g です。で、まあ、慣れちゃうと 1.3g までは軽くするんですけど、まあ、まずはやりやすいところでこのウエイトでいきます。ただこの濁りが多分田んぼの白柿っぽいですけどね、どうだろう。やっぱここまではやれないとバーサタイルタックルとしては足りないかな。でまあそのやれる条件としてはこういった軽いウエイトでも投げやすいこと、まあ、そのためにはロッドがしっかり曲がって弾き出してくれるっていうところと、あと当然感度とか、あとは今スナックレス仕様なんでフッキングパワー、まあ、これはもう全然問題ないですけど、うん、あでもコバスいた、ほらこれどういう反応するんだろう。ペケペケペケ、全然逃げてった。けどこれを打つしかないかな、もしかして。ちょっとそこやりますね。ここは浅いんですけど、ところどころもうボトム見えちゃってるんですけど、もうずっともう岩とかブロックとかハードボトムで、目の前ヨットハーバーがあって、この奥は土浦急行があってっていう、越冬場にも挟まれてる。だこう春になってこう浅いところに上がってくる場所なんですけど、まあ、今こんな天気なんでね、オープンウォーターでちょっと雰囲気薄いんですけど、まあ、いった杭にはねポツンとついてるかもしれないから、それを今狙ってる。今進化 1.3g です。それでも実は慣れてしまうと投げれちゃう。まあ、ちょっとコツがあって、たらしを長めにしてこう回して投げて遠心力を使ってよりロッドを曲げてリリースすると投げれます。うん、シングルハンドルがやりやすいですね。もう水面につくギリギリぐらいの感覚って慣れると掴めるんで、それで回してこう投げると、バックハンドも一緒ですね。回してヒュッて、ほい、夕方っぽい雰囲気になってきて、桜川の河口から本湖に入ったところで、風当たりはいいんですけどちょっと濁りはきつい、まあ、桜川の濁った水がもう回ってきてる感じですね。なので、まあ、スピナーベイト朝釣ったのと一緒ですね。どうかな、いるかな、まあ、もうワカサギシラウオっていうタイミングじゃないんですけど、ただまあこの時間帯とこの風当たりで来ました。まあでもロッド1本は楽だな、こうやって釣り歩くのも。でルアーを変えていくっていうね。もちろんちょっと無理やり気味にやるときもあるけど、でもなるべく快適にやれる。あー、濁りきついな、この辺岩ゴロゴロしてるけど見えないもんな。ちょっとデロンデロンすぎるか、よろしくないな。これはいないやつだ、いないいない、これは。一
見ウェイクベイトっぽい見た目なんですけど、実はシンキングスイッシャーです。こんな感じで、ちゃんとペラも高速回転してます。これ、まあ、ウェイトにすると確か 7.5g ぐらい、やや軽めなんですけど、前作よりも投げやすいし、乗りも良くなってる。このハードプラグへの対応力っていうのは前作よりも最も伸びしろがあったところですね。おお、なんかいきなり来た。かわいい。プラグなのに一泊的な。かわいい。よし、じゃあこの水門の前をスモラバマイクロピッチシェイクなんですけど、このベイトタックルでやるスモラバ、ベイトフィネスでやると、僕基準がスモラバが 2.5g ぐらいでライン10ポンドでっていうんですけど、このバースタイルタックル、それよりもロッドも硬くてラインも太いとなると、スモラバの方を 3.3g にすると重くなるんで、このバースタイルタックルでも扱いやすくなる。上から落として中層シェイクはいっぱいいるだろうから、ちょっと外側にも逃がす、逃げていっちゃうようアプローチ。このマイクロピッチシェイクでも、これって中層糸張ってるから、ティップの張りが強いと食い込み妨げちゃうんですけど、中段性ソリッド、そこもいいです。巻いた方がいいかな、そうそう、の方が確率高そう。まあ、本当はベストで言えばショアコンペッションだったらライトニング66っていうグラスコンポジットのミディアムライトなんですけども、でもファイアルフでも範疇です。これこそこれまでのファイアルフだとちょっときつかった。うん、そう、クランクベイトで、さらにシャットクランクってなるともっと弱いから、だからより柔らかくて低反発なロッドっていうところだったんですけど、あ、だからファイアルフでもね、あの新しいモデルでもベストではないけど、だけどこれまでよりは投げやすくなったし、乗りも良くなってるはず。はい、今日一日霞水系をこのファイアルフ1本で釣り歩きました。で、使ったルアーはスピナーベイトからスタートして、バックスライド系、スナックレスネコリグ、シャットクランク、シンキングスイッシャー、スモラバ、6タイプかな。で、それだけでもね、それなりに幅あるんですけども、それ今日の釣りっていうところで、例えばジグワーム系でもよりウェイトのあるものも使えますし、まあ 7g ぐらいまでは快適かな、シンカーウェイトでいったら。まあ、ベイトフィネスの領域からビッグベイト一歩手前ぐらいまでっていう、もう両端の除いてほぼ幅広く快適に使えますんで、まあ、この1本でおかっぱりであればより機動力持って釣り歩けるし、あとはレンタルボートであっても複数本あってもこの1本がいろんな釣りに落とし込めるんで、とても頼りになるタックルだと思います。で、このバーサタイルタックル、今の僕が考えるもうこれ以上ないっていう完成度に仕上がってますので、ぜひ、まあ、この快適さ味わってもらえたらなと思います。ありがとうございました。大きいの釣りたかったですけど、もうちょっと